こんにちは、俊瀬のサッカー講座です。今回の動画の内容は、自分が小学生の時によく使っていた技を5つぐらい紹介したいなと思ってます。多分この動画見てる人は多分小学生、中学生とかが結構多いのかなって思うんですけど、そういう方も使えるような技になってるので、ぜひ見てみてください。小学5、6年生の時によく使ってたので、この技できるとかなり楽になります。なんでまあちょっと紹介していきたいなと思います。それでは動画の方へどうぞ。それでは、自分が小学生の時にやっていた技5つ紹介していきたいなと思います。1つ目はこれ知ってる人のが多いと思うんですけど、マルセイユです。マルセイユルーで、これ結構小学生とか使ってる人多いと思うんですけど、これまっすぐ人がいるのに対してまっすぐやっちゃうと横か斜めにしか行けないんですよ。これだと敵簡単に取られちゃうんで、敵がいたらまず動かします。敵を動かしてからマルセイユルーすると本来行きたい場所を開けてくれるんですよね、ディフェンスが。っていう感じで相手をコントロールしてあげる。これでもそこまで小学生で考えてたかって言われたら分かんないですけど、でも最初のドリブルで右足から始めなかったら左にちょっと飛ぶっていうのをやるだけでマルセイユルーレットの成功率高まります。次2つ目です。2つ目、後ろ通しです。後ろ通しで、結構後ろ通しって後ろに行く技だって思われがちなんですけど、自分の中の後ろ通しって相手を誘い出す後ろ通しってイメージが強くて、確かに後ろには下がるんですけど、後ろには下がったりするんですけど、わざと次やる技の時とかにちょっと大きめに出すんですよ。そうすると敵って食いついてくるんで、引いて銀とかで、その相手が食いついた場所に行く、食いついた反対に行くってことをすれば抜けます。次3つ目は、最近、フェイント集とかの方でやってる、ダブルタッチです。ダブルタッチこれも普通にダブルタッチとかもいいんですけど、小学生の時にめちゃくちゃハマってたのが、体をわざと行きたくない方向に向けるんですよ。そうすると敵ってあ、こっち来んじゃねえと思ってこっち切りたくなっちゃうんですよ。そこを長く触るダブルタッチで逆に向く。これ自分の1個上の少年団の1個上の先輩がめちゃめちゃ得意だった技で、ちょっと真似したっていうかパクったんですけどこれマジで抜けます。1対1の時とかもこっちで、このダブルタッチマジで効くんで覚えてください。で、4つ目です。4つ目は、まあ自分股抜きが本当に大好きで、まあ、相手のこと小バカにするじゃないですけど、そういう技が本当に好きで、まあ敵が来たら引いて小指、めちゃくちゃ入ります。これ引く時もこっちから来るんであれば1個前に出して引いてチョンってやる。相手にボールをに食いつかせるっていうのがすごい大事なんで、こっちから来てるんだったら、1個前に出て引いてチョン、親指に入れてあげるとか、まあ親指と指どっちでもいいんですけど、自分は昔結構小指の方が好き、まあアウトサイドの方が好きで、だから1個前に出して引いて小指みたいな、アウトサイドみたいな感じでめちゃめちゃ抜いてました。引いて小指、相手が足を出してきた瞬間に小指のイメージです。で、5個目これやったら
結構削られます、正直っていう技なんで、まああんまおすすめはしないです、正直。でも自分は結構そうこういう技が好きだったのでめちゃめちゃやってたんで、ちょっと紹介したいんですけど、まず足の裏で横に転がします。で、またぎます。で、反対の足で引っ掛けます、足に。で、そのまま、あ、ミスト、ちょっとゆっくりだと難しいんですけど、転がす、またぐ、引っ掛けて、そのまま上、転がす、またぐ、引っ掛けて、反対に。これめちゃくちゃやってて削られてました。またぐ、あ、結構ミスったみたいにするんですけど、まあ射程の応用ですね、正直。転がす、またぐ、引っ掛けて、反対に。どういう時使えるのって思うかもしれないですけど、まあ相手目の前にいたりして斜めに使います、斜めに。で、ここでこの時に敵が寄ってくるんで、ここで抜くみたいな。まあちょっと難しいと思うんですけど、まあぜひチャレンジするだけとか、まあ遊びでサッカーやるみたいな時とかにぜひ使ってみてください。今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。以上で今回の動画は終わりにしたいなと思います。最後の技は、本当に小5、6年生の時に結構ハマってた技で、舐めてまたいで後ろ足からクッすくい上げてくみたいな、あれやったらマジで削られます。いや、まあ楽しかったから全然いいんですけど、マジで削られます。まあでもさすがに、まあやる場所とかは考えてやってましたけど、あれは、はい、もうちょっと遊びの技になってきちゃうんで、本当に切れられたりするんで気をつけてください。で、まあ、今回その前の4つは本当に試合中に使える技だと思うので、本当高校生の時とかでも全然使ってたような技になるので、ぜひ、覚えて練習から、試合でチャレンジしてやってみてください。このチャンネルでは、このような感じで、まあ、自分がやってた技とかフェイントとか実際にやってたような技とかを結構紹介していきたいなと思ってまして、で今フェイント集で今ダブルタッチ系を結構やってたりとか、あとはトラップ、試合中でトラップすごい大事ですよね。トラップのことを、説明し、あ、トラップを、解説していたり、あとはまあ普段やるドリブルの練習とか、まあ、1人でやる練習、2人3人4人とかでやるような練習とかも、紹介したりするので、ぜひ気になる方は、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それでは今回はこれで終わりにしたいと思います。次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。このチャンネルではリフティングやドリブルの基礎的な練習方法や上達のコツなどを分かりやすく発信していきますので、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。コメントの方もお待ちしております。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。